競馬エイトの澤田です。どうも、山田です。ついに札幌が始まりました。2年ぶり。そうです、お久しぶりです。ご沙汰してます。はい、なんか髪の毛も2年前とは違って明るめになってるし、まあ態度も少々ちょっとでかくなってるみたいで、だいぶトラックマン生活にも慣れてきたかなっていう。目が悪いじゃないですか。どうですか。まあ2年前はね、ほんとガチガチに緊張して、うん、もうここで今ちょうどあの、はい、向こうの編集で2年前のあの子犬のような目を触らここに出てると思いますけど、いや確かにちょっとね、あの頃と比べるとどうですか。いやでもね、まあ、その分ね、ちょっと成長を見せていけたらなと思います、ね、確か慣れた部分はあるんですけど、うんうん、その分成長を見せていけたらなと思うので、じゃあ、ということで、はい、あんまり話も膨らみそうにないので、そうです、まあ、一発目の重賞、はい、ユニテックス、はい、何してあげて、そうですね、成長したぞってところを、ここで見せてもらおう、まあ、まあ、ありがとうございます。そうですね、まあ、一応札幌、やっぱり札幌にいるので、札幌滞在馬の中だと、僕が一番いいと思ったのは、まあ、レッドリベールですね。うん、まあ、引っ張り切りの手応えでね、うん、まあ、外からまあ両馬をこう、かぶせに行って、まあっという間に、まあ、突き放したんですけども、反応が素晴らしかったですね。並びかけるところの反応がまあすごかったよね、うん、そういう。まあ、そこから抜けるのもあれやったけど。そうですね。まあ、このまま本当にもしかしたら相当容姿が合うのかなと、うん、まあ、あと滞在の効果、まあ、ちっちゃい馬なんでね、すぐ体も減らしてたけど、はい、まあ、その辺も言うほどこう細いなっていうところもないし、うんうん、まあ、体調もそうですよね。そうですね、力出せるってことですよね、うん、どうですか、山本さん。僕はね、はい、まあ、ぶっちゃけね、あんまりこうパリッとしたやつおらんだったなっていうのも、そういうのが、うん、はい、まあ、まあ、ウィンプリメーラー、はい、まあ、ちょっと4コーナーでね、少しあのふわっとしたようなところもあったんですけど、はい、まあ、前向きに走っててね、うん、すごくこうリズムもいいですし、はい、まあ、先札から入ってるんですけど、はい、札幌競馬場に、まあ、そこからずっと見てて、はい、その時計にならないところの、まあ、調整、はい、例えば各馬場から馬場に入って向こう正面までちょっと、早いラップを刻んでそこで終わるとか、はい、まあ、そういう調教もまあ数を重ねてきてるんでね、うん、馬にもまあ気が入ってるし、体もスピード仕上がってるしで、だから、ね、まあ、雰囲気はいいなとは思って見てたんですけど、はい、まあ、僕はね、うん、どうですかこれ。まあ、関東馬で前に売れている、うん、もうちょっとね、はい、前向きに走る馬やいう感じでね、はい、まあ、こう下手したらこう折り合いを変えてしまうようなところも、まあ、はい、あったりするような馬なんですけど、はい、札幌に来てからはね、乗ってる人間がね、何に引っ張らんでもこう、うん、馬の気に任せて、はい、任せた調整がまあできてますし、まあ、このままね、リズムよく、うん、走れててね、まあ、雰囲気いいですよね。だから思ってたよりか、はい、なかなかまあまあいいんちゃうっていう、うん、まあ、適度な前向きさっていう感じ、ね、そう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 、うんうん、あとですか、まあ、人気の、まあ、一番人気になりそうなチェッキーノですけども、うん、まあね、新馬があれ走りよるからね、はい、相手がね、うん、まあ、今週も、まあ、手応えは劣勢でしたけど、はい、まあ、選手のサンタワー選手もそうですけど、はい、まあ、この馬も、まあ、合わせるもしながらもこの馬のリズム重視でっていう、まあ、はい、そんな感じも見て取れるんでね、はい、どうなんですかこれ。チンパが走りするのだけでしょ。この馬自身も別に悪くはないですよね。あ、全然時計的には悪くないですしね、うん、まあ、安定とのコンタクトもあったなと思いますので、うん、なんで、まあ、順調だと思います、うん、はい、気になったと思います。まあ、追い切り部位でしか見てないんですけど、はい、函館部位の、はい、そうですか。もうちょっとね、リラバティとかに、はい、こうちょっと注目したりしてたんですけど、はい、まあ、一瞬ね、うん、スッとこう並んで前に出かかったところは反応、はい、反応なかなかええやんけと思ったんですけど、うん、まあ、そっからなんかね、はい、まあ、残り一波乱ちょっと、その前に出てからもたもたするような感じだったし、うん、
やでもあの、うん、いや個人的にはちょっとシャルールは、まあ、結構多分序盤飛ばして、まあ、飛ばしたし、まあ、大外曲がる多分、ね、いや、はい、でもこれ追ってね頭下がらへん、頭下がらへんかったし、ちょっとこれはその練習してた時の勢い、そうですか、うん、一投で見てた時も、まあ、一息入れて、まあ、立て直したんでしょうけど、うん、あの頃のほんまね、ええ時に比べると、まあ、まだちょっと及ばんかなというところもあるんでね、なんか、あのトーンは上がらないですね、全体的に。だから、ぱっとこう、まあ、こいつええなっていうのがね、うん、どうなりかったんですか。結構思ったよりも、混戦ですか。じゃないの、うん、まあ、ウィンクリメーラー今回ですけど。あ、宣言しちゃいましたね。うん、ウィンクリメーラー。はい。何でしょうか。まあ、僕が褒めたらどちらかにしようかな。前のグレビルかレッドリベル。はい。まあ、ヒンマがちょっと調子もね結構大事なので、そうそうそう、はい、ちょっと今の辛口を参考にしていただければなと思いますけど、ね。なんか難しいところ。うん。結論は難しいか。難しい。毎年一発目、これは難しいね、クイーンステークスって大体言うと思うんですね。去年のちょっと見てみてほしいですね。去年と一昨年とお前のこの子犬の目の動画、あの2年前の横にお前クイーンステークスに喋ってたから流すもんね。もう上手ってると思う。そうだったら分からない。どうされてほしい。なんで言ったかな。まあ、とりあえず、それは参考に。あと3週目以降に住所があるんで、はい、そこで言えば、そうですね。あるのかな。